いや僕も三笘先発じゃないの見てびっくりしちゃいましたね。でもなんか、この森保さんの戦術だったら走り回らされるから、三笘最初に出してなくてよかったかもしれない。ほんとこれでこのままスペイン見せたりとかいろいろしてくれて、1-0、まあ、20ぐらいまで、最悪20ぐらいまでいったら、まだ三笘って希望ありますけど、これずっと走らされてたら、一番点欲しい時間帯で三笘いないんで。 この戦術だね。三笘控えの方がいいっていうより、この戦術がひどいから、もう三笘控えにしといた方が、ちょっと望みがあるってだけですよ。森保さんの三笘控えにするのがいいって意味じゃ、絶対にないですからね。<laughs> いや、さっきからこのパスね、とあ三笘ちゃんと狙っててね、5バックだから結構出足よくいけるよね。すでン枠使い切ってるんだ。本当だ、5枚使ってた。日本もあと1枚か。 楽しそうにうどり,ぐりする、ね、うわアセンシオのこのアングルはさすが三笘今のは危なかったよねアセンシオの得意なやつだったよねうわドイツ決めたあでもドイツ決める分にはいいんだあこれ勝ったんじゃないもうどうだろうピッチオがそういうふうに判断しなきゃいいけどね結構ねサイドの1対1の時に、ね、カルバールが上がっていかなくてねそれが 数的不利作られずに三笘的には助かってるとかありますよ。あと三笘が普通に守備うまいよね。はいこりく君三笘ビッグクラブアウトマですが、どこがアウト思いますかレオさんの展望してること。え、でもどこでも合うよね、三笘の場合は。普通にブライトンでしっかり試合出る状態で1年やって、それかわるじゃないですかね。普通にどこでもアーセナんでもシティでも。 エイ君のスパジャありがとう。三笘攻撃注目されがちあけど、守備の貢献もすごい。ライキやビッグクラブ引き抜かれそう。全然あるでしょうね。年齢とか気にされたりすんのかね。でも、グリーディッシュとかも結構あれだからな。